ニコラウス・オットーニコラウス・アウグスト・オットーはドイツの発明家、ピストン室で直接燃料を効率的に燃焼させる初めての内燃期間を発明した。現在でも4ストロークの概念はオットーサイクルという言葉に残されている。オットーは1832年6月10日にナッサー広告の小都市ホルツハウゼンで生まれた。そこで初等教育を受け、1848年、 16歳の時に学校を離れて生活のために食料品店で働き始め後にケルンに転居した。1859年に初めてエティエンヌ・ルノワールの石炭ガス燃焼機関を見た後で来年機関の実験を始めた。1861年ルノワールの設計を元にした来年機関を初めて試作した。1864年ケルンで 内燃機関製造会社 n a オットーを共同経営者のオイゲンランゲンと共に立ち上げた。この会社は今日でもドイツ AG として存続しており、140年以上の歴史を誇る、世界でも最古の内燃機関製造会社となっている。1867年、オットーの会社は当初2サイクルの内燃機関を生産した。オットーの会社の創業期に、まず、 大気機体出力機械で大きな前進があった。この機械はパリ万国博覧会で小企業による経済的な推進機械として金賞を受賞した。この来年期間の生産は1868年に始まった。1872年、オットーの会社にゴッドリープ・ダイムラーとビルヘルム・マイバッハがしばらく加わり4ストロークサイクル。 すなわち、オットーサイクル内燃機関の概念を作り上げ、1876年には文書化された。1877年、オットーはオットーサイクルで特許を取得し、1882年にビルツブルグ大学の哲学部から名誉博士号を授与された。1884年、オットーは再度内燃機関の設計を革新した。この時点まで内燃機関は燃料に、 石炭ガスを使っていたため、建物内に固定して使っていた。また、ガスを添加し、指導するためには種火を必要とした。これが、低圧電磁点火装置の導入で、液体燃料が使えるようになり、移動する物体に搭載することが可能になった。1886年、オットーの競合者が、オットーの特許に異議申し立てをした。これは、 フランスのアルフォンス・ジェーヌ・ボード・ロシャスという技師が4、ストロークを提案しているパンフレットが早くにあったというものであった。このために、オットーの特許は無効となったが、その頃には、オットーの内燃期間は広く使われる唯一のものとなっていた。オットーサイクルの内燃期間は今日でも自動車、オートバイ及びモーターボートに最もよく使われるものとなっている。 オットーは1891年1月26日にケルンで死去した。ダイムラーとマイバッハは1890年にドイツ AG を退社し、ダイムラー元オレンゲーゼルシャフトを設立した。その会社の目的は、オットーの会社で発明したのと同じ技術を使って、小型で高速の内燃機関を作ることであった。1885年、ダイムラーとマイバッハは、 オットーサイクルの内燃機関を積んだオートバイを設計、開発しており、特許も取得していた。1886年、二人は、駅馬車に実験的に内燃機関を搭載し、1889年、四輪、自動車を開発した。1892年、自動車を販売した。1900年に、ダイムラーが死去し、1909年にはマイバッハが、会社を離れた。 1926年、その後継者がカール・ベンツの会社を合併し、ダイムラー・ベンツになった。これが現在のメルセデス・ベンツである。オットーサイクルの内燃機関は当初固定式で設計されており、その動作はシリンダー内のピストンを上下させるものである。後に自動車の内燃機関に採用された形態では、4つのストロークが次のように定義される。 下向きの吸気ストローク、石炭ガスと空気がピストン室に入る。上向き圧縮ストローク、ピストンが混合儀を圧縮する。下向き出力ストローク、燃料混合儀を電気点火器で発火させる。上向き排気ストローク、排ガスをピストン室から排出する。オットーはその内燃機関を固定式原動機としてのみ販売した。最近の歴史研究によると、イタリアの発明家、 エウジェーニオ・バルサンティとフェリーチェ・マッテウッチが1854年にロンドンで内燃期間の効率的に働く者を特許登録していた。オットーの内燃期間は多くの構成要素でこの特許から発送されたと主張されているが、オットーがこのイタリアの内燃期間を知っていたという証拠は見つかっていない。 http://enca.msn.com/.encyclopedia7 r t a 億6158万9301 オットーニコラス・オーガスト、html-http コロンスラッシュスラッシュ i n v e n t o o r s a b o u t c o m スラッシュライブラリースラッシュ i n v e n t o o r s ッ blotto.htm ありがとうございます。